はい、今回は、世界戦の、LG 杯の中から、超名人の号を、紹介したいと思います。はい、残念ながら、負けてしまったんですが、はい、ちょっとね、検討していきたいと思います。お相手の方はね、多分まだ10代かなと思います。はい。そうですね、こういう分かれも、決め打ちですね、黒はね。はい。そうですね、こういう分かれも、昔は考えられなかったようなね、手なんですけどね。ここで手を抜いて、こういう団子石を作ってしまっては、悪いとされてきたんですが、一応、今の考えとしては、上と下の交換なのでっていうことですね。そうですね、こうやって戦いを やったんですが、すいません。この図からね、やるのもあったと思いますね。はい。こういう方が、超名人らしいかなとは思うんですが、実戦は、戦いに行って、すごく難しい変換ですよね。はい。あまり見かけないような進行になったんですが、はい。そうですね。一応こうなって、こういう進行を示してますね。はい。黒はね、これで取られることがないと。この分かれがどうなんですかね。予定通りなのか、ちょっと誤算があったのか、あまり白がいいようには思えないんですけどね。黒の勝率もね、ちょっと 87% と一応なってます。ここがね、一応手筋で、一応これで、関みたいなね、はい。この手で、こうやれば、ここを頼りに、っていうことですね。白取られるかもしれないんですけど、うまく締め付けで打とうということですね。で、そうですね、この時にこうやれば、こういう手があるので、生きはあるんですけど、次が効くということですね。で、こうなって、こうやって助けるっていうことでしょうかね。こうやって生きることもできたんですけど、実戦はこの進行を選びましたね。はい。ここは関で、はい。関となって、これで黒十分という判断ですね。勝率もね、98% となってましてね、これはね、大体 10% 上がるとね、コミが1目ぐらいの差という言われてることなので、5目ほど有利っていう感じ、大体のね、そんな感じなのかなと思います。こういう調子は、見習いたいタッチですよね。はい。こうやって犠牲打を打ってくれたので、黒はこれで満足ということです。はい。黒は生かしてもいいですよという打ち方ですね。はい。ここがまだ手が残っていまして、そうですね、こうやって助かりますよと言ってますよね。まあ、綺麗にこう脱出されて、なかなかこの時点ではね、苦しいのかなと思っていました。はい。まあ、勝負手というかね。はい。まあ、黒は固く、このような対応で十分ということですね。まあ、振り替わりになってもいいという判断ですね。こうやったら、これはここがあるんですか。まあ、ちょっと味悪いですし、これが死にますかね。まあ、結構危ないですよね。はい。やっぱ切りからこうやったんですね。割り込みがあって、よく見ると取れないですか。はい。綺麗にこう荒らされましたね。どうも、もう 98% となって、こう固く決めて、これも打って、ここが大きいという判断ですね。はい、あとは、おそらくね、手堅く打たれて、はい、しまったという感じだと思います。はい。まあ、こんな感じでね。はい。まあ、地合いがちょっとやっぱ足んないでしょうかね。序盤でここの折衝が、どうだったのかちょっとわかんないんですけど、ちょっとここで苦しくしてしまった、はい、内容となってしまいましたね。はい、なかなか、そうですね、厳しい結果となってしまいましたが、はい、張名人、ね、まあ、次出る機会がありましたら、はい、頑張ってもらいたいです。はい、じゃあこの後はこれで終わりにしたいと思います。はい、失礼します。